はい、こんにちは、団長です。今日はいつもの通りチャートギャラリーを使って団長の鉄板チャートをまたですねご紹介していきたいと思います。はい、では早速個別銘柄の鉄板チャートに行ってみましょう。はい、一つ目の銘柄です。一つ目の銘柄は6503の三菱電機ですね。時は2017年の9月の15日の金曜日ですね。こちらのポイントになります。団長マークのところですね。ここですね。ここは、節目抜けでのエントリーということで、この赤のラインですね。赤のライン、価格の値段が、1700円の節目を抜けたところがエントリーポイントかなと思いました。ここですね、なんとなくこの紫にサポートされて、ここですね、下げ止まってる感じがあった後のここが下半身ですね。で、その後、1700円の価格の節目で3日間、ちょっとですね、もたつくんですが、そこをしっかり抜けてきたところがエントリーポイントかなと思います。こちらですね、週足の方を見てみましょう。はい、こちら週足ですね。週足で見てみますとここの場所なんですね。ということでこちらは、週足で見ると下から紫、青、緑、赤のパンパカパンですね。パンパカパンの週足の中の下半身がついたといったところがエントリーポイントになってくるかと思います。はい、ということで週足で見てみますと、週足でパンパカパンということと緑でサポートされているここですね、一旦上昇してパンパカパンなんですが、そこからここですね切り返して下落で、その後ですね、なんとなく緑の、この20周線ですね、20周線にサポートされた形で我慢した後の、陽線がついたといったところになりますね。ここが下半身発生してますので、これをもう一度日足で見てみますとこういった形になります。はい、日足戻りました。ということでこちらがエントリーポイントになってくるかなと思いますね。で、この後ですね、少し見ていくと上昇して下落始めるんですが、またですねこの辺りから物別れを発生し始めて、この後ですね綺麗に上昇していくといったところでしょうか。ちなみにここの下落ポイントですね、ここは陰線が連続しているといったところで、陰線が 1,2,3,4,5 と5日間連続して出てて、その後ですねこういった形で、また陰線ついて下落し始めているといったところでしょうか。この後もですね緑にまだ刺さってませんので、もう一度ここから押し目買いが入って上昇する可能性も出てくるかと思います。はい、またですね三菱電機、こちらの三菱電機のトレードについては、団長のですね個別銘柄のトレードの方で、詳しく動画を作成しておりますので、ぜひともそちらの方も合わせてご視聴してみてください。はい、では次の銘柄行ってみましょう。はい、続いての銘柄です。続いての銘柄は9202の、アナですね。こちらは、2019年の12月18日水曜日の日足チャートになります。ここはですね団長の検証動画第1弾の紫割れを起こしたところですね。この間、パンパカパンでずっと上昇してたんですが、その後ですねかなり横張ってます。横張った形がずっと続いて約1ヶ月ぐらいですかね、1ヶ月ぐらい続いて陰線陰線陰線、ちょっと陰線が目立ってきたところでついに紫割れを起こしたといったところですね。で、この後ですねここでエントリーするとここがざっと取れてくると、でこの後軽く上昇するんですが再度下落といった形になりますので、上から数えると1,2,3,4,5,6,7,8,9、ここですね、ここで一旦利確で、その後ですねまた上昇するのを見てこけたところでエントリーということで、まあこちらですね、こちらでエントリーしてしまうといったところでしょうか。ここでエントリーしてしまうとまた上昇するので一旦ここは撤退する必要があるかと思いますが、再度ですねずっと見ておくとここで、紫ブロックですね、紫ブロックを食らってまた下落していくといった形ですね。エントリーポイント、こちらがエントリーポイントとなりますが、またですねここのエントリーもありかなと思います。ここのポイントとしてはやはり緑と赤の、ここですね、一応ひっついてしまってるんですが物別れを起こしているといった形と、あとですねこの辺りを見ると紫、まもなくですね逆パンパカパンになるといった形ですね。青と紫が今にもクロスしそうなところですので、ここは、下落目線で見ていってもいいかなと思います。こちらの週足も見てみましょう。はい、週足です。週足で見てみますと上から移動平均線が紫、青、
赤、緑といった形ですね。ただしここも、緑と赤が間もなく、交差するといった、緑と赤の交差で間もなく逆パンパカパンといった形ですね。ということでここでエントリーをして、この後ですね、また見ていくと、ここをですね、節目割れ、このあたりが節目として聞いてましたので、この節目割れもまたエントリーポイントになってくるかなと思います。ということで、ここも逆パンパカパン。で、冷やしてみても逆パンパカパンといったところなので、このあたりはですね、ダブルパンパカパンの状況ですので、このあたりはですね、しっかり売りでエントリーすると取れていくような銘柄になってくるかと思います。はい、では次の銘柄行ってみましょう。はい、続いての銘柄です。続いての銘柄は1605の国際石油開発ですね。こちらは2017年の9月の14日木曜日の冷やしチャートになります。こちらについてはですね、このあたりかなり密な状態で移動平均線が集中しているといった形ですね。こういった形の移動平均線の集中の後は必ず下落もしくは上昇で大きく触れるということがあるかと思います。といったところで、ここですね、移動平均線の集中からの下半身ということで、ここがですね、エントリーポイントになってくるかなと思います。またですね、ここ、前の高値がこちらですね、価格の節目1100円で並んでましたので、ここを抜けたここですね、こちらについても追加で、追加のエントリーポイントになってくるかなと思いますね。ここを見送って、でこの上昇をしっかり見た後のここでエントリーしても面白いかなと思います。ということでこのあたりまで来ますと、すぐにですねもうパンパカパンになるということがわかるようなチャートになっています。こちらも週足見てみましょう。はい、週足です。週足で見てみますと、こういった形になるんですね。先ほどのエントリーポイントの週足がここです。ということで、ここはですね、下半身、綺麗な下半身ができて、下から紫、青、緑、赤といった形ですね。パンパカパンかつ下半身発生ということで、エントリーしたいようなポイントになってくるかと思います。またですね、こちらは赤の切り上げですね。移動平均線切り上げていっていますので、一旦下落がここで下げ止まって、でその後ですね上昇にトレンドが転換したというようなことが判断できるようなポイントになってくるかなと思います。はい、では次の銘柄行ってみましょう。はい、続いての銘柄です。続いての銘柄は1333のマルハニチロですね。マルハニチロの冷やしチャートです。時は2016年の4月の8日金曜日ですね。こちらのポイントになります。ここを見るとこの大きな陽線ですね、こちらの陽線で移動平均線が下から紫、青、緑、赤といった形で交差してますね。間もなくパンパカパンになるといった予兆が見えるようなポイントですね。ということでここの団長マークがエントリーポイントになってくるかなと思います。またですねその次ここの節目抜けですね、ここに節目がありますね。1回2回3回当たってます。で4回当たってるといった形で、ここを抜けるとですね強いといった形になるかと思いますが、ここもですね節目抜けの陽線が出てますので、ここもエントリーポイントかなと思いますね。ここでエントリーして次の日陰線ですが、ここで見るともうパンパカパンになってますので、ここは我慢できるようなポイントかと思います。で1日我慢してその後ですね取れてですね2400円の価格の節目に当たってしまってますので、一旦ここで、エントリーをですね、利確させて終わらせることもできますし、もう一日見て、ここはですね、まだ我慢できるポイントです。で、その後、ここの2400円、ここは怖いですね。抜けるかどうかっていうのが分からない状況なんですが、まだ引き続きパンパカパンマなので、我慢して持っていくというような形が取れるような形かなと思います。ということで、こちらも週足見てみましょう。はい、週足です。週足で見てみますと、やはりこちらもですね、パンパカパンなんですね。下から紫、青、緑、赤といったパンパカパン状態の中の一旦下落した押し目買いですね。ここのポイントでのエントリーになってくるかと思います。で、その後ずっと取れていくというような形になりますので、こういったチャートを見るとですね、次回、ぜひとも狙っていきたいような銘柄になってくるかと思います。はい、以上今日は2021年1月の2日の団長の鉄板チャートをお送りしていきました。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。